ニス・ビールマン選手、スイスの今度の大会では一番注目を集めています。この人、今年のレイクプラシッドオリンピックでは4位、世界選手権では6位でした。渡辺さん、この人ライバルだったわけですよね。そうですね、ちょうど入れ替えたんですね。私がオリンピックで6位で世界選手権で4位だったんですけど。でも変わってますね。普通あの辺で待ってる時はもうセーター着てないもんですけども。そうですね、やっぱり体が冷える。手袋までして、手袋までしてるってのはちょっと変わってる。ジュースまで飲んでますね、寒いんでしょうかね。いつも練習の時はね、あの黒いタイツ履いたまんまっていうのか、あの厚いタイツ履いてるんですよね、いつも。今氷の上でちょっとウォームアップをしてるんですね。この人の、はい、いわゆるビールマンスピン、おそらくスピンっていうのはね、誰もまあうまくはできないんじゃないかしら、彼女以上には。特殊があるんですね、彼女の場合は。なんか非常に体が柔らかくて、アクロバット的な部分がたくさんありましてね、ジャンプにしてもね、なんか柔らかくて、こうなんか知らないけど3回転回っちゃうみたいな。そうなんですよね。決して上手いジャンプじゃないんですよね。軸はね、非常にいつも外れてるんですよね。決してまっすぐしたジャンプを飛んでないし、ウィットさんに比べればやっぱりテクニックはウィットさんの方が上だと思うんですけども。これまでのところはその東ドイツのウィットが第1位ですね。はい、15人の選手が出て、今まで1位、2位が西ドイツの、ライストナー、クラウディア・ライストナーですね、はい、そして3位が、オーストリアのソーニャ・サネクと、こういった順でついてまして、日本は青谷さんが5位、そして結城さんが6位、こういった順番になっています。さあ、これを、まあ、優勝候補のトップに考えられているこのビールマンがですね、どういう演技を見せるかというところに感じました。でも彼女にとってはもう自信があるはずですよね、はい、ウィットさんも世界選手権で10位だし、もう成績で言えばね、全然比べもないんですけど、でもこのショートプログラムっていうのはね、どうなるか楽しみです。このデニス・ビールマンは実はビット選手をマークしていると、大会前に言っていました。まずはキャメルスピンから。今までの中でも一番変わった曲ですね。曲は I'm a Man。 ダブルルッツから綺麗に決めました。まずは主役にダブルルッツというところですな。コンビネーションジャンプ、スピードありますね。いや、もう失敗する要素が何にもないですよ。やりましたね。世界選手権ではショートプログラムでは1位だったんです。あー、ダブルアクセル、これも決まっています。調子がいいですね、今年は。今までのところはミスはありませんね、はい、もうあとは得意のスピンしか残ってないから。さあ、どこであの足を高く上げるビールマンスピンを出すでしょうか。このこれがフライングシットですね。ああ、さあ、7つの要素がありますが、最後にビールマンスピンを持ってきました。一番いいのは最後まで取っておくという。さあ、ここからです。大きな拍手です。うまかったですね。演技終わりました。この笑顔です。うまかったですね。私の目の前に今ウィット選手とコーチが立ってたんですけど、なんか心配したような顔で見てました。まあ、滑走順も最後ということでね、非常にいいとこ取りましたよね。
どうやら満足そうな顔で引き上げた感じですね。さあこれから得点が出るわけですが、はい、隣がお母さんですね。お母さんです、はい、ハイディ・ビールマンさんはもうずっとあの子供の時からテニス、私と同じでね、彼女のお姉さんも前スケートやってたんです、はい、それで、まあ、彼女みたいにスイスチャンピオン世界選手権には出なかったんですけども、あのお母さんが熱心でも十何年間っていう長い間スケートばっかしのスケートママっていうのかしらね、だからどの大会にもいつもついてきますし、あのコーチっていう方はねやっぱり世界選手権オリンピックにぐらいしかついてきませんいつも、あとほとんどお母さんがこう教えてるっていう感じで、あさあさっきのもう一度見てみましょう。いわゆるビールマンスピン、普通は変化のあるスピンというと左足からね、入ってきます、はい、まあ、この人の場合はギッチョというか、 サウスポーですから左足から入ってきますけど、佐野さん、あのスピンやったことありますか？僕ですか？はい、僕はできません。もう一回やったら絶対ぎっくり腰で二度と立ちませんよ。それで渡辺さん最近具合悪いんですか？そうなんです、実は。試してみたんですか？いやもう、あやめとけば、あそこで一回 ね腰をね抜くと思うんですよね。抜けないでしょ。いや抜いてんと思うんで、私絶対にじゃなかったら絶対それは関節が抜けるわけないじゃないですか、忍者じゃあるまいし。もういや忍者と変わりませんよ、彼女の前は。そうですか、彼女は忍者ですか？いや放送席で論争が始まりました。忍者論争。さあ得点が出ます。点出ましたね。あーすごいリードしてます。もう圧倒的にトップですね。 5.8 が出てます。 5.6、 5.6、 5.6、 5.7。 ジャンプも高かったですね。あのコンビネーションジャンプもねすごくもう本当に練習の時より全然高かったみたいですね。まあ、ほとんどミスがらしいものがなくてミスを探す方が大変だったですね。そしてあの演技ですからこの得点は当然でしょう。そしてプレゼンテーション5.8、もう大喜びですね、お母さんも。 5.8 が2人います。日本と韓国ですね。そうですね。 5.5、 そして一番下が 5.5。 プレゼンテーション 5.8、 5.6、 5.7、 5.8、 5.6、 5.5、 5.5、 スイスは 5.7 を出しています。でももう余裕ですよ、あれだけより。